はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はガンダム VS とガンダムバトルオペレーションネクスト両方の実況をしていきたいと思います。まずはガンダム VS からやっていきたいと思います。続いてガンダムバトルオペレーションネクストという流れでやっていきたいと思います。使う機体は両方ともシナンジュでいきたいと思います。あとはね、両方ね、やっぱりガンダムの名前がやっぱついてますんで、まあね、片方しかやってないって方も結構耳にしますんで、ならどうせなら両方やっぱね、良さを見てもらって楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。ただ私ちょっとガンダム VS の方はね、ほんとど素人に近い初心者なんで、あんまりね、その動きの方あんま期待しないで見てもらえたら嬉しいです。とりあえずね、何がいいのか、ガンダムバトルオペレーションネクストと比べると何が違って何を楽しめばいいのかっていうのをちょっと見せられればいいかなと思いますんでね。はい、それではね、頑張ってやっていきたいと思います。それではスタートです。アムロ、この機体でお前と共に出る日が来ようとは。はい、それではね、早速やっていきましょう。敵はサイコザクとバンシーです。怖いよこれは。あ、いたたた、私も避けられなかった。バカ、敵にこっちの位置が探知されてるのよ。当たってない、当たってない。あ、やっべー、下の下ちょっと損傷警備当たってくれよ。これでどうか。よし、捕まえた。やっぱ特化強いね。射撃バリアみたいなついてるのかな。ちょっと一撃食らわしてもね、こういけるからね。ちょっと邪魔された。カットは早いな。よし、当たってる、当たってる。オッケー、よし、もうちょっと下がって。機体の損傷チーター、これ以上攻撃を受けたらまずいよ。出直してきたまえ。ニュータイプを着ていた人類への報いだ。逃れる。よし、あー、倒せてない。またあー、やべえ、もうあと一撃なのに。そこひとまずはここまでか。うん、落としてる。よし、オッケー、危ない。今攻撃すれば、よし、いいよ。ああ、落ちた。バン、よし、500の先撃ちは多分大丈夫でしょう。許してもらえるはず。バンシー落として終わりにしたいな。これでしっかり削っていきたい。よし、よし、ナイス、ナイス。正面を抑えながら敵を振り払わないと。全部かわした、バカな。ここを見ている。そう、あ、嘘、使う。問題ない。入って、なんだそりゃ。よし、カット当てた。もらったと思ったけどやばい、危ない。そして覚醒技とか死んで当たれ。バッテリー射撃機体の覚醒技当たってない。なら玉様頼みます、お願いします。玉様当たってない、玉様当たんない。足当たった、玉様。これならば私も鼻が高い。はい、まあこんな感じですかね。本当は射撃一発当てたりねしてから覚醒技使えばよかったな。はい、撤収準備を始めます。はい、それではね、バーサスの方これにて終了したいと思います。シナンジュコスト500、武装面とかね、格闘面とかも含めて非常にいい機体でした。まあ、コスト500ということでかなりプレッシャーありましたが、なんとか、勝利することができてよかったです。あとはね、まあ、ガンダムバトルオペレーションネクスト、やってる方にまあ見ていただきたかったっていう点としては、やっぱ格闘ですね。ガンダムバトルオペレーションネクストってほら、やっぱ格闘を振りに行ってね、ジャストガードされちゃうと、そのままね、1回ね、そんなジャストガードされた程度で入射されたり照射されたりするとね、もう瀕死もしくはね1回で損壊っていうところも自体も十分あるゲームなんで、まあ、そういう意味ではこの格闘、まあ、スピード感はもちろんあることもいい点なんですけど、まあ、格闘をねバンバン当てられるっていうね、この楽しみっていうのも、まあ、VS の売りじゃないかなと思いますんでね、ぜひガンダムバトルオペレーションネクストしかやってない方はね、やってみてもいいと思います。はい、それではね、今度は逆にバーサスしかやってない方にはね、見てもらいたいガンダムバトルオペレーションネクスト、こちらもシナンジュでいきたいと思います。それでは準備しますんで、しばらくお待ちください。
はい、それではね早速、ガンダムバトルオペレーションネクストやっていきたいと思います。バーサスしかやったことのない人のためにね、一応どんなモビルスーツがあるかとかそういうのはねちょっと見せていきたいと思います。まずはね種類としては汎用、格闘、吸収、支援の4つに分類されております。でこれ今オールで全部表示させてあります。左に作品、シリーズ作品のタイトルで今全部並べてありますので、順番にね見ていこうかと思います。まあパッパッパッといくので気になる機体があればね再生ボタンをちょっと止めてもらって、あこの機体あるんだっていうのを確認してもらえればいいと思います。はい、行きます。はい、こんな感じでね、サービス当初はねやっぱ数が少ないっていうのは私もねちょっと感じてたんですけど、まあ毎月ねランクマッチとかイベントとかってあって、まあ、少しずつね機体の方も増えてまいりました。まあ今ではねもう普段乗らない機体が出るぐらいありますんでね、ぜひねバーサスしかやってない方はねちょっと気になる機体が あるならやってみてはいかがでしょうか。そしてね今現在マスラオ、そしてスサノオの、イベントの方をやっております。あとねダブルオークワンタの方もね手に入るイベントは行われてますんでね、こちらの方で、今回ランクマッチを収録していきたいと思います。はい、それではね今度はバーサスとのなんか違いとかねその辺説明していけたらいいと思います。まあ一応特徴としてはねガンダムバトルオペレーションネクストはねペイントができます。これはねレベルが5以上、機体レベル5以上になるとこのようにペイントができるようになって、デフォルトではこんな色してるしなんじゅなんですけれども、現在私はこのように使っております。他にもねこういう緑とかピンクとか、まあ、バーサスの方ピンク好きでしたらこうピンクも悪くないですよ。あとはねこのようにカラフルにしたりもできます。でこれどういう風にやってるのかっていうと、このようにね各パーツごとにこう今点滅してると思うんですけど、こういう部分が今変えられますよっていう感じで、カラーパレットもありますし、ここでいろいろ変えたりもできます。あとはこの辺を変えることでちょっとこう分かりますかね、なんか光沢みたいな感じのものが表現できるというなのもありますんでね、ぜひね試してみてはいかがでしょうかね。はい、こんなとこでございますかね。あとはねモジュールボード、マスタリーシート、パイロットスキルがありますが、ちょっと待ってね、俺あの色で出る気はないぞ。ちょっと待って、あれは目立ちすぎる。これだ、カラフルすぎるとね狙われるかもしれないから。はい、モジュールボードとマスタリーシートっていうのは何なんだっていうのはね、自分でね、その機体の何を強くしたいかをねこうポイント、パーツかな、パーツみたいなものがありまして、それをね振り分けしてブースト量を増やしたり攻撃力を上げたりとかいろいろできるわけですよ。まあ、モジュールは一体何があるのかっていうのはこんな風にね補正とか貫徹力とか、まあ、他にもね防御力で言えば、ビーム走行とかね、実弾の、対実弾の走行とかありましてね、あとはブースト量を増やしたい人はこうブーストをいっぱいつけたりする人もいますし、ブーストの回復速度を上げたい人はこういったものをつけたりもします。はい、そんなとこですかね。それを自分でこうポイントを振り分けたりすることができるというふうになっております。はい、マスタリーシートの方はまあモジュールボードに似たようなもんなんですけど、結局攻撃にこういろいろ、これはレベルに応じてなんですけど、レベルによってポイントがありまして、その振り分けられるポイントを使ってね自分の機体の何をこう強化したいのかを、いろいろいじれるという感じでございます。例えばですけど、まあそうですね、ここら辺上げる、このここですけどいっぱい上げるとビームの補正値が上がるよとか、はい、まああとはね、この辺もそうですね、相手の対ビーム走行貫通率を上げるやつとかね、要はもう私の場合ちょっとやや攻撃型ですけど、こんな感じでやっております。あとはねパイロットスキルというのが3つありまして、まあざっくり言ってきます、時間も時間なんでね、射撃が強くなります、格闘が強くなります、自分と周りを回復します、ロックオンされなくなります、よろけが取られなくなります、一定時間やられなくなります。はい、そんな感じでございます。はい、まあ、ざっくりですけど、はい、それではね早速戦場の方行きたいと思います。それでは実戦スタートです。
戦闘エリアに侵入。警戒を厳に。はい、それではねやってまいりましょう。ルールのねバーサスの方、まあバーサスしかやってない方のためにね、簡単に説明しましょう。右下にねマップの方ありまして、 A から E までありまして、そちらをね5つ中継エリアを取り合いながら敵の撃破とかもして、右上の1万のゲージをゼロにした方が勝ちというようなゲーム性となっております。じゃあいけるか。よし、 OK。 そこさあしっかりねこのバズーカをぶち当ててやりたい。バーサスはね格闘本当に使用頻度も高いと思うんですけど、このバトルオペレーションネクストはね射撃がどっちかというとね結構攻撃のメインとなっておりますんでね、ダメージ取るんならまあ格闘よりこのバズーカとかみたいにね射撃の方がやりやすいというような感じですね。おっとなんか湧いたな。大丈夫か。よし、大丈夫だね。いいの方空いてるのはこっちか。ライザーね。あー、しっかりガードしてくるね。危ない危ない。さあまあこの辺はちょっとね気をつけてしっかり中継を取りましょう。あとはバルカンをちょっとばらまきながら、よしよしよし。あぶねー、ここあぶねー。危ない危ない。ああ危うく落とされるとこだった。さあしっかり中継取って、それから他のところもちょっと見て回りますかね。 A か B か悩みますね。そんな簡単に渡すわけにいかんな。待ってくれ、せっかく取ったのに渡すわけにいかんな。ちょっとバルカンをばらまいて、あとはここ当たってね、まずい。いやー初歩的なミスしちゃったな。お恥ずかしい。お味方頑張ってる。さあ大丈夫かな。さあクアンタもいますね。味方のクアンタ踏ん張ってますね。あれが欲しくて今頑張ってるんでね。さてそれではちょっとお任せして今のうちに中継を抑えてしまいましょう。ちょっと C 取られたのが面白くないですね。素早く取り返しに行きたい。うん、大丈夫そうだね。よしよしよし、いい感じだ。おーっと、わー全部で味方が消えたか。そうか、ちょっともうやられたのはちょっと痛いな。一気でも残ってたら急に入って一気に倒そうと思ったんですけど、さすがに前期相手するのは厳しいな。さあ着地狙いでここ、よし、もらった。さあパイロットスキル使ったら追撃しようと思ったけど特に使わなかったな。よし、 OK。バルカンをばらまきながら、うわ危ない危ねえ危ない危ねえ。危ない、うわ危ねえ。危なかった。さあいけるか。ここ当たるか。あーし、ナイス。うー危なかった。はい、こんなとこでございますかね。まああんまりちょっとちゃんと動かせてないような気もするけど、まあまあこんなとこでございます。はい、それではね、戦闘も勝利できましたんでね。はい、今回ちょっと撃破あんましてないね、申し訳ない。今回は、撃破1、損壊1、アシスト7、占拠3でした。まあでもダメージはタイム取ったと思うんでね、一応見ていきましょう。ダメージ取っていきます。はい、今回は与えたダメージ4398の受けたダメージ1615でした。
うん、まあちょっとライザーソードを食らっちゃったのもったいなかったね、あれ避けたつもりだったりガードしようと思ったんですけどね、ちょっと失敗したのが痛かった。あとはね、まあ今回ねバーサスと、ね、ガンダムバトルオペレーションネクスト、まあ、2つのガンダムゲーム一応ね、まあ見たことある人ばっかりが多分見てしまうんだと思うんですけど、まあね初めて見る方がいたとしたら、やったことない方のゲームがあるとしたらね、ちょっと触ってもらえたら嬉しいなとは思います。はい、まあバーサスは格闘も活かせるようなゲームですし、まあこっちはね格闘バトルオペレーションネクストはまあ格闘そんな強いってわけじゃないんですけど、まあ射撃もね、して格闘も混ぜていくような感じで遊べるような感じになってますんでね、どっちもまあ特徴があって、まあ、それぞれいいところも悪いところもあるっていう感じもありますんでね、マップもバーサスに比べれば広いですし、まあ良いところだけね見てもらって、まあ、触る機会があればねぜひやってみてほしいなと思います。はい、それではね今日はこのぐらいにしたいと思います。次回は、今回のランクマッチシーズン17の、新機体の一つマスラオでいきたいと思います。はい、それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんおやすみなさい。